ディズニーハリウッドスタジオのアトラクションはディズニーハリウッドスタジオ内に設置されたアトラクションの一覧である。以下で言うアトラクションの開設日は運営側が発表したグランドオープン日を基準としている。なお、この開設日より前の期間にも完熟訓練や最終確認のため事前告知せず運営を行う場合がある。また、ディズニーパークの用語に合わせ従業員をキャスト 入場客を、ゲスト、アトラクションの半旗部分を、ライドと表記する。パペット、映像、レーザーなどを使った、映画、リートル・マーメイドのショーを見ることができる。ディズニー・ジュニアに登場する、ミッキー・マウス・クラブ・ハウス、小さなプリンセス・ソフィア、ドックはおもちゃ、ドクター、ジェイクとネバーランドの海賊たちのキャラクターのショー。ウォルト・ディズニーをテーマとした。 博物館のような多くするタイプのアトラクション。途中の映像のナレーションは、1964年公開のメリー・ポピンズで主役を務めたジュリー・アンドリュースが行っている。屋外シアターで行われる映画美女と野獣の内容をもとにしたミュージカルショー。ザグレート・ムービー・ライド。ありがとうございます。